This world was green, much like my own, before they burnt it black. We came, bringing fire and retribution. Our footsteps will shake the ground. They will tremble with fear.
時間工場タイムファクトリー、ここはあらゆる世界の時間を作り出すところだけど、時間ってやつはいろんなところで歪んだり歪んだりする。タイムクリスタルはそんな歪んだ時間が生み出す宝石だけど、クリスタルもいくつか集まるとモンスターに変身するんだ。そんな時は俺たちタイムスイーパーの出番だ。俺の名前はブリンクス、愛用のマシーン時間掃除機 TS-1000、 こいつでモンスターをやっつけてクリスタルを回収するんだ。おっと大変だ、クリスタルを狙って時間泥棒のタムタム団がやってきた。プリンセスを人質にクリスタルを大量に作り出す気だ。このままではタイムファクトリーが爆発する。タイムリミットまでに全てのクリスタルを回収して絶対プリンセスを助け出すぞ。さて、ここでクリスタルの使い方を説明しよう。同じ色のクリスタルを3個集めると時間がコントロールできるぞ。まずはスロー。どんなに強いモンスターだって時間の流れをゆっくりさせれば速い攻撃も簡単にかわせるぞ。崩れかけた橋だって時間を伸ばしてとっとと渡ろう。速い動きのスロットマシーンも狙いを定めて、はい、クリスタルゲット。街の中は危険な罠がいっぱいあるぞ。そんな時は時間を止めてさっさと通る。崩れかけたトンネルもギリギリで止まって、はい、セーフ。こんなでかいやつだってちょいと止めて、後ろへ回って攻撃だ。崩れた橋や石の柱だって時間を巻き戻して元に戻せば簡単に渡れるぞ。おっと、これはハイテクニック。崩れた柱を巻き戻してエレベーター、流れてくる丸太に乗って時間を戻せば、はい、エスカレーター。バルーンに乗って空中散歩なんてのんびりなんかしてられない。どんどん進んでプリンセスを見つけなくちゃ。
早送り中はバリアが出るから1回だけならぶつかったって平気だぞ。しつこく追ってくる奴らもちょいとごめんね、お先に失礼。水の上だって走れちゃうし、トロッコだってスピードアップ。なかなか倒れない手強い相手、そんな時は一度攻撃して録画再生。2人になれば倍の攻撃だ。録画中なら不死身になるから、おとりを作って敵をおびき出せ。そして後から攻撃開始。シーソーを使ったハイジャンプ、こんな時も録画再生すれば1人だってほらご覧の通り。時間、それは普段何も気づかずに流れ去っていくもの。未来と過去、それは誰もが夢見て懐かしむもの。でもちょっと考えてみてください。ほんの一瞬の未来、ほんの一瞬の過去、それらを自由にコントロールできたら、失敗を修正し間違いを直すことができたら、現実とは違う別の世界が広がるのではないでしょうか。ブリンクスのゲームワールドは、誰もが夢見るタイムコントロールという4次元の世界を、美しい風景とクールなキャラクターたちと共に過ごす全く新しい感覚のゲームなのです。この冬、 XBOX が送り出すファンタジーアドベンチャー、ブリンクス・ザ・タイムスイーパー。さあ皆さんも時間を忘れてブリンクスワールドに浸ってください。理想の格闘家を作り、夢の戦いを繰り広げる、それがザ・ワイルドリングスなのだ。プロレス、アメリカンプロレス、ルチャリブレ、総合格闘、シュートプロレス、柔道、アマレス、相撲、空手、ボクシング、キックボクシング、世界最強の格闘がここにある。立ち技の攻防、タックルからのサブミッション、アルティメットスタイルへの移行、空中殺法、試合運び、アクション、その全ては君の組み立て方次第だ。16人トーナメント、16人リーグ戦、タイトルマッチやタッグマッチ、そしてバトルロイヤル、モードは自由に選び遊ぶことができる。ルール設定も君次第だ。究極のエディットシステムで君だけの格闘家を作り上げろ。名前やプロフィールはもちろん、身長、体つき、コスチューム、得意技から能力まで、全35項目がカスタマイズ可能。工夫次第で完全オリジナルな格闘家も、君の憧れの格闘家も思いのままに作れるぞ。魂揺さぶる超ド級のバトルレジェンド、ザ・ワイルドリングス。